んばんこ小崎奈緒です。今回はですね、髪の毛作っていきたいと思います。髪の毛です。前回は目を作りましたね。はい。で、髪の毛なんですが、作り方がすごいたくさんあって、で、どれが一番楽っていうのもなんかいまいちパッとわからないというか、いろいろ試行錯誤してどうすれば簡単に作れるかなというのを考えたんですけど、まああんまりよくわかんなかったんで、僕が、やっている方法というか作っているものを紹介して終わりにしたいと思います。まあその他の方法は、まあ一通り僕のやつを見て作ってから学んだ方が、いいかなと思います。まあいろいろあるので、やっていきましょう。まあちょっとね、体を修正したりとかしましたが、修正はね、随時入れていきたいと思います。はい。それではやっていきましょう。で、髪の毛を作るのにあたってですね、ちょっとこの辺がですね、外側に広がっている感じになってるんですけど、これだとちょっと、髪の毛が作りづらいので、まあこれをね、内側にこうやって入れていきます。ぴょんぴょんと。まあ髪の毛作りながらね、ちょっとずつ内側に入れていけばいいかな。そして移動させたものがこちらになります。はい。で、いらない部分もちょっと減らしておきました。結合したりとかしてね。はい。まあこんな感じで、なんだろう、頭の上の方はね、内側に行くような感じで。で、髪の毛を作っていきます。髪の毛ね。これは、まあ試作でちょっとやったやつですね。はい。髪の毛はですね、こんな感じで、パーツ別に作っていきます。全部一個につなげて作る必要はないです。自分の髪の毛がどういう髪型なのかなというのを、考えながら、パーツをね、前髪、後ろ髪、もみあげみたいな感じで、パーツ分けして作っていきます。はい。ということで、早速やっていきましょう。まずは、オブジェクトモードシフト C で原点にマウスカーソルじゃないや 3D カーソルを移動しましょう。そしたら作成タブから UV 球を出します。 UV 球のこのね、左下にセグメントとかリングとかありますが、これはそのまま使っても、まあ自分の好きなように調整してください。僕はそのまま使います。で、編集モードにして、S キーで小さくする、 G キーで上に持っていく。で、まず後頭部からいきましょう。後頭部から自分のモデルの後頭部にちょっと合うような感じで、まずは置きます。そしたら正面向いて、SX で自分の顔の幅と、まあ、同じぐらいかちょっと大きいぐらいにします。ポンと。そしたらですね、この下の部分、この一番下の部分をつかみます。で、プロポーショナル編集で、また3キーで横向いて、 G キーで伸ばすんですけど、まあ頭のてっぺんが入らないぐらいのにして、G キーで Z 押しまして、一番下から2個目ぐらいのとこ、これここね、これこの一周のところがちょうど首の切れ目のところに来るようにしましょう。そしたら動かす前に、ミラーリングしましょう。ミラーリング。まずは半分消します。デリート。オルト選択で一周選択することができますね。で、ここは、コントロール選択で端から端まで消します。またオルト選択で消します。この下側も一緒、コントロール選択で、あと残ったとこを L キーで選択して消します。はい。半分
になったらミラースパナのマークから追加のミラーを押します。クリッピングつけときましょう。一番下いらないんで消しちゃいますか。ここね、この一番下の面いらないです。はい、そしたら辺選択モードで一番下の辺をつかみます。つかみは選択します。オルト選択ですね。そしたら SY として Y 方向だけ、動かすようにしましょう。 YSY で、首のちょうど首のところに行くようにね、選択して、SY とで、このちょうどいい感じにつながるようにしていきます。まあ、こういうところもね、SY としてちょっと近づけるとかねするといいと思います。はい。SY はい。で、頭頂部は僕はちょっとへこませてますね。ちょっとへこませてます。こんな感じ。はい、こんな感じなんですが、ちょっと潰れすぎかな。ちょっと潰れすぎ感があるんでちょっとプロポーショナル編集を使って髪ちょっとねちょっとこう調整してください。調整、そうで、この辺ですね。この辺を、プロポーショナル編集を使いながら、首の形に合うように移動させます。こんな感じですね。この輪郭に合わせてね、この辺も調整していきましょう。こんな感じで、はい、いい感じですね。いい感じですね。ちょっといびつなところとかがあれば調整してください。こういうとこね、丸くなれと、念じながら。いい感じです。そしたら、3キーを押します。3キーを押して、自分のキャラクターの後ろ髪の切れ目、まあ、ある人、ない人あるかと思いますが、まあ、ある人はそれに沿って、ない人は、まあ、この辺だろうというところからですね、後ろ髪のところにね、合わせてこう、線を、Kキーでカットしますね。スペースで決定と。こんな感じ。はい。あとは、隠れてる部分なんで、適当にね、まあ、ここまでこう切って、まあ、この辺からこうかな。こんな感じで、前髪に隠れる部分で、切ってしまいます。ポチッと。はい。この辺あれだね、近いので、オルト M で、ちょっとくっつけとこうか。近いから。ポリゴンの節約。はい。そうしたら、前側の方はもういらないので、消してしまいます。コントロール選択で、こうやってピッと、一番端っこをデリートしたら、あとは L キーで、前側を選択してデリート。はい、これでだいたい後ろ髪ができましたね。できましたね。はい。で、この辺顔にね、なるべく近づけた方がいいかな。この辺ね。もし見える機会があるといけないのでね。まあ後で僕はここ顔の切れ目とこの髪の毛つなげてしまうんで、つなげない人も中にはいるかもしれないけど、まあこの辺をね、ちょっとこう、
作った顔の輪郭にね近づけておいて置くと後の作業が楽かな。はい、何これ。何これ、よいしょ。はい、そうしたら次は前髪ですね。前髪、オブジェクトモードにしてこのシフト C を押しまして、また、作成タブから UVQ を出します。うん、またこれを頭の方に持った編集モードにしてから頭の方に持ってきます。はい、うん、そうしたら、今度はね前髪の方に合わせていくんですけども、まあ、大体の大きさを合わせたら今度はね自分の顔の形に合わせてね、変形させた方がいいと思います。このままでやるとねこなんだ、上から見たときに円形じゃないから、綺麗な円のままで髪の毛作ろうとするとどうしてもね真ん中にすごい隙間ができちゃうんだよね。だから、この顔の輪郭に合わせた感じでね SY をして小さくするとこうね潰すことができるからね。こんな感じで、自分の顔に合ったカーブをこう作ってですね、それで調整していきます。こんな感じ。必ずしもね下絵の通りに作らなくて大丈夫です。というかめちゃめちゃ絵が上手い人とかでないと下絵の通りにはいかないかな。うん、はい。まあ僕の場合はこの後ねもみあげを作るので、もみあげが外側から出てるよっていうタイプの人はこれもう本当にこう顔の輪郭ギリギリぐらいでやった方がいいかと思います。横側の話ね。もみあげが前髪の内側にあるよっていう人はあれだね、顔の輪郭のすぐ横にもみあげが入ってさらにその外側に前髪来るよみたいな感じで、作らないといけないですね。こんな感じです。もみあげのスペースをここに作ってあげてください。そうでないよという人ですね、こういう風にもみあげが外側にあるよという人は、前髪が内側に入るようにね、なるべく狭めな感じで作っていきましょう。はい。まあ、とはいうもののちょっとスペースを作ってね。はい、ここまで来たら、またミラーリングするのでこの球体を半分にしましょう。今度ですね前髪の先端、これ以上下は前髪ないのでここから下もねこの下半分も、消してしまいます。この下の部分ねいらないので L キー、はい、消して後ろ側もですね前髪がもうないところもいらないのでこのぐらいかなこの消します。はい、消しちゃいましょう。はい、こんな感じになりました。そしたらですね、また今度正面を向きます。正面を向いて、まあ、髪の毛下絵と絶対一緒にできないので、まあ、プロは違うんですけど下絵の通りには絶対にならないので変選択モード、正面から見た時の、形を合わせていきます。この髪の毛と髪の毛の境目っていうの、間のところにこの線がね来るように調整してください。一番近いところをね、例えばここ2つ目の房と3つ目の房があるでしょ、真ん中からね1、2ってここ、ここちょうどこの辺がね真ん中になるんで地域を2回押して、真ん中にします。これもちょっと調整して真ん中ぐらいにして、で今度これ
じゃないね、今度こっちだね。これが、ちょうどこっちの房とこっちの房の間ぐらいにあるので、こうやって調整します。これで、前髪、次の房、次の房、次の房って感じになってるんで、これを、切り裂いていきます。切り裂き V キーです。V キー。で、この V キーですが、マウスカーソルがある方に切れるんが自分の手にくっついてくるんで、左側でやればこうなるし、右側で V キーを押せば右側がくっついてきます。はい。で、ちょっと離して置いときましょう。ここも一緒ですね。2つぐらい選んで V キーちょっと離しとく。2つぐらい選んで V キーちょっと離しとく。はい。こんな感じになりました。で、これ完全に下の方が顔に、顔面にめり込んでいるので、頂点選択モード。で、プロポーショナル編集を有効にします。で、これをね、ちょっとずつね、一気にガッと動かすと、形が崩れちゃうんで、ちょっとずつ、これを外側に向かって、まあこんな感じ。そしたらですね、前髪この辺を S キーで、プロポーショナル編集を切ってからですね、クリッピングをつけてからプロポーショナル編集を切ってから S キーで小さくしていきます。うにょーんと、はい、真ん中くっつかないように気をつけてください。この辺も全部同じ感じでこうやって小さくしていきます。まあ、ひとまずはこんな感じですね。はい。そしたら、また大まかな感じで、なんだこれはなんだこれは、ちょっとにょーんとね、くっつければいいだけだ。はい、大体の形ができましたんで、次はもみあげを作っていきましょう。もみあげですが、もみあげっていうのかな、サイドもまた、UV キューポンと出しますが、ここじゃないですね。オブジェクトモードにして、シフト C UV キュー出しまして、編集モード G キー小さくする。まあ容量は一緒ですが、この横の部分がもみあげの位置にね来るようにしたらいいと思います。なんですが、今ですね、今下絵と目の位置がね違うんですよね。目が今ここにあります。ここね。でも下絵はもうちょっと後ろに目があるんで、それも考えながら作っていきます。なのでもみあげの位置はここよりもちょっと前ぐらいにあるような感じで作ります。はい。で、正面から見た時にもみあげがちゃんとあるもみあげの位置を SY じゃない SX でね、もみあげの位置にちゃんと来るようにね。そしたら、もみあげを作りたいんですが、ちょうどもみあげを作りたいなと思っているところの端っこのところから真上に向かって、ジョギッとやってしまいます。これくっついたの？ぴったんこカンカンってこと？あ、その前に、まあやってからでもいいんだけど、このミラーリングします。
またミラーリングオルト洗濯。ミラーリングできました。真ん中より下の部分も使わないので消してしまいます。で、上向きに線を引いたら、その線より前の部分はもう使わないので消します。はい。どんどん消えていくよ。また3キーを押して、こっからですね、また真上に向かって、真上に向かってズビャッと、ズビャッと線を引きたいです。ズビャッ。また真上に向かって、ズビャッ。はい。いい感じに線が引けました。そしたら変選択モード。いらないこの線を、これはいる線だ。いらない線を選択して、デリートの変を妖怪ボン。ああ、なんだ。これは良くない。一番下は外しておこう。変を妖怪をします。ボンと。そうすると、綺麗になりますね。この辺のいらない辺を全部選択。これをもう少し内側にしたいね。内側に。こんな感じかな。よし。変選択モード。で、もみあげ作りたい分の辺を選択しまして、E キーで伸ばします。僕は Z も押しちゃいます。ぴょんと、こんな感じで、E キーを何回か押して、こんな感じにしますね。で、S キーを押したりS キーを押したりして形を整えていきますよ。はい。ざっくりこんな感じ。ざっくりこんな感じになりましたと。でも、どう見ても下絵と違うなという感じになりますね。下絵と違うなという感じになってしまうので、ここはもう下絵はなしで、自分の思うままに調整してください。例えば、ちょっと前に出そっかなとか、ちょっと前に出しちゃおっかなとか、これはもう少し内側にやりたいなとか、クリッピングをしてからじゃないとダメですね。GY とこう内側に。やってみたりとか、して、なんとか形を近づけましょう。で、膨らませたい場合は、真ん中をこう外側にポンと出してあげると、いい感じになるので、こうですね。この辺がぐちゃぐちゃになっているので調整しましょう。はい、後頭部一回消します。消して、後ろ髪に必要な部分、ここもやっとけばよかったんだね。ここをね、ズビャッと
とやって後ろ側もういらないので消しちゃいましょうか。間違えたね。面そして、どれがいらないものなのかわかんないけど、こんな感じかな。それではここから細かい調整をしていきたいと思います。前髪からやっていきましょう。前髪を選択します。ドン。前髪を編集するのでもみあげ一旦消しとこう。まず一番上ですね。一番上、三角形になっているとうまくないので、ここをカットして、消しちゃいましょう。ここをね、ドンとこうなります。はい。で、ループカット。ループカットで、この割れ目のところね。割れ目のところ、待って、クリッピングは一旦消した方がいいっすね。はい。クリッピングを消さないで、ここでループカットすると、真ん中がね、くっついちゃうんだよね。なんか、近すぎるってことでね。こんな感じで、ループカットしていきます。そしたら、頂点選択モードでこの真ん中の部分をグイッとグイッとこうやって押し込んでいきます。グイッと。そうすると髪の毛に立体感が出るのでいい感じになります。のっぺらぼうの髪の毛じゃなくなります。上の方はやってもやらなくてもいいので、僕は割とここをくっつけちゃったりするね。そしたら、ちょっと位置をね、この、なんだろう、等間隔で今なんか並んでるような感じなんだけど、まあそれをね、自分のキャラクターの髪型に合ったような形に変えていってください。ここをね、切って長さを変えたりしてもいいし、逆につなげて短くしてもいいし、こういうところをね、こうなんだ、動かして、こういう髪型にしてもいいしね。簡単に動かす方法はありませんので、選択するときはね、オルト選択をすると、ここ、いっぺんに選択できるので、こうやって一個ずつ動かしていってください。まあ大体の形が決まったらですね、まあ先っちょを統合しないでください。先っちょはくっつけないでこのばらけたままにしといてくださいね。くっつけちゃうとね、ループカット先っちょまでいかなくなっちゃうんで、はい。で、ここですね、モデルの髪の毛はちょっとこれだとカクカクすぎるので、この辺をね、ループカットで追加してこんな感じで、滑らかにしていきましょう。気の済むまで。気の済むまで滑らかにしていきましょうね。こんな感じです。はい。この先っちょもっともっと細かくしたいなと思ったら、この先っちょでこうピッてね、こうやってやると、
滑らかになります。はい、この滑らかにする作業は形をねもう決めちゃってからやった方がいいと思います。はい、動かすのがめんどくさくなるからね。うん、ということで前髪 OK です。はい、もみあげを作っていきましょうか。したらもみあげもみあげ、外側バージョンでもみあげ作ってる人は、このもみあげをですね、まず髪の毛前髪にめり込ませる作業があります。前髪めり込ませ作業がね発生するので、まずこの外側の面辺ですね、外側の辺を選択します。ポイッと、どうなっているんだ、外側の辺だけ選択してください。それを、いい気で伸ばします。うにょーんといい気で伸ばしたら、それを前髪にめり込ませます。ぐしゃーぐしゃーっていう感じでね、はい、この作業が必要です。この辺がちょっとおかしいなと思えば、まあ動かしたりとかして対処してください。うん、ここにね AI インテークをつけるのも OK です。 AI インテークつける人はつけてください。僕は今回はつけないかな。うん、はい、まあこの辺おかしくなるんで、この辺は調整してください。地域を2回ほど空くに近づけられますね。じゃあ次、これね、これがね作りたいんだよね、これがねこれが作りたいんだ。このちょんちょんって羽っ毛をね、羽っ毛作りたいマンだね。羽っ毛はどうやって作っていこうかな。これを伸ばしますね。伸ばして小さくして地域で移動。うん、こんな感じ、こんな感じで羽っけ作ります。あとは、ループカットでこの辺をね増やしてあげて、うん、増やして、形を整えていきます。上側の房ですけど、まあ、ちょっと上側に盛り上がらせたいなという気持ちがあるんで、この辺ですね、ここ今下に下がってますけど、これを上に引っ張り上げていきます。引っ張り上げていきます。裏側消します。裏側いらないです。裏側ない方がいいです、めんどくさいので。裏側めんどくさいのでない方がいいですね。消してしまいましょう。ポン、その方が簡単です、とっても簡単です。はい、裏側を消した分、ここですね、ここちょっと切れちゃうので、これを伸ばして隠して対応します。はい、うん、こんな感じで、はい、裏側ない方が簡単ですね。うん、んでこれを伸ばしちゃおうか。この端っこを外側に伸ばしちゃって、で、こう切っちゃう。ここから伸ばしていこうか。
伸ばしていくんだけど、こいつも欲しい、こいつも欲しいので、こうやって切ってしまって、ここから伸ばしていきましょう。こんな感じになりましたよ。スムーズをかけるといい感じに見えるかな。スムーズスムーズ。おー、いいんでない？いいんでない？これいい感じなんでない？うんうん、はい、こうなりました。もうちょっとここ追加したいね、僕は。まあ後でやります。さあ、後頭部です。後頭部いきます。編集モード、コントー、ここはコントーだって。先にスムーズにしてからにしようかな。後頭部は、まず髪の長い人ですね。髪の長い人は、まあ大体この辺、この辺とか適当に V キーでブツッと切っちゃって、ちょっと大きめにして、で、E キーで伸ばして髪の毛作ってください。ポチッと。こんな感じでね。で、あとは好きな感じで、うん、好きな感じでね、プロポーショナル編集を使って、プロポーショナル編集を使って、髪の毛を、こうやって、いい感じの、バラッとさせてから、ループカットですね。ループカットで、まあ、好きなカーブをつけてください。カーブをね。こういうのが好きでしょ？みんなこういうのが好きでしょみんなこういうの好きでしょみたいな。うん。はい。こんな感じで、ロングの人はこんな感じでやっていきます。うん。これを、また、前髪みたいにね、カットじゃない。こうやって、V キーで切って髪の毛にします。はい。ロングの人はこれで作っていってください。ショートの人、僕みたいにショートヘアを作る人は、ここで切り離しとかをせずに、面洗濯モード。面洗濯モードで、例えば、この一番ちょんとこうなってる部分、ここを作りたいなと思ったときは、まあ、ここですね。この辺を選択します。で、E キーを押します。ポンと。E キーを押しまして、S キーで、わーお、プロポーショナル編集は無効化しますね。S キーで小さくして、こんな感じ。こんな感じ。で、ループカット。で、曲げる。ミスってますね。は、内側に小さくしときますね。こんな感じ。これで、ショートカット。まあ、ベリーショートね。僕みたいにベリーショートの人は、こんな感じにしてください。もうちょっと髪の毛長いよって人は、前髪みたいな感じでね。てか、さっきのロングみたいな感じで、この辺を伸ばして、ピーってこう。ピッてやっていけばロングになるので、
髪の毛超短い人はね、裏面も多分あった方がいいと思います。こんな感じで残しとくといいかな。ということで、このトゲトゲ今からめちゃめちゃ増やしていきます。はい、ということで、ということでじゃないね、ということで、後ろ髪もだいたいこんな感じで、いいかなと思います。はい、まあ後で調整するんですけど、まあだいたいこんな感じです。はい、そうしたら僕はですね、この後ろ髪を体に合体させたいんですよね。合体させるというのは、まずこのボディを選択して、それからオブジェクトモードでボディを選択します。でシフトをしながら後ろ髪を選択して、コントロール J を押すと一つのオブジェクトにすることができます。で編集モードでした時に、この髪の毛をですね、この肌と顔とくっつけたいんですよね。で、うまい具合に多分くっつけられないんですよね、こういうところ。まあそういうとこは無理やり無理やりくっつけます。ポンとミラーを一旦見えないようにしておくといいかな。目も消しておこうか。こういうところをこれで、顔、後ろ髪と体が合体したわけですね。くっつきました。うまい具合にくっつきましたね。はい。こ
これでいいかなあと、こういうところもある。こうやって無理やりくっつけちゃうね。はい、 OK、うん、でくっつけたとこが分かるように、僕はここにね、あのシームをつけます。シームをつけます。どうせ UV 展開したときにあれだからね、選択したら、コントロール E でシームをつけるというのを選択します。ついでにシャープもつけちゃいます。あれなんでこれどうなってんの、どうなってんのこれ。ここはいらない。あー、いいのか。ここはもともとシャープがついているもんだった。はい、うん、こんな感じですね。そうするとちょっとわかりやすくなるね。一個忘れてました。この絞めたところのこのね、先っちょ、この先っちょを消しましょう。先っちょ消します。全部消してください。この先っちょデリート全部消しますという感じです。前髪の方もね、あの限りなく小さくしてくっつけないようにしといてください。うん、まあ、くっつけてもいいけどくっつけない方がいいかも。という感じでした。はい、髪の毛いろんな作り方があります。うん、まあ、好きな作り方でやっていってください。はい、それではまた次回はですね、ようやく耳作っていきます。耳は超簡単だと思う。多分多分簡単。はい、ということで、何回言うんだ、ちょっと期間が空いてしまいましたが、頑張ってやっていきたいと思います。うん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイニャー。